皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball2023 情報を紹介していきます。はい、ということで今回はリーク情報です。ご注意ください、画像出ちゃってるけど。ということで、今回11月22日のアップデートで、追加される、エピックデータですかね、こちらの画像が判明したということで一人一人見ていきたいと思います。ポジション別か、あ違うね、全然。では拡大して見ていきます。カシージャス、チェフ、ロシツキ、ベルカンプ、フェレール、ファンニステルロイ、フリット、ベッケンバ、緑だな、ベッケンバは。はい、下の行くと、ルンメニゲ、ドログバ、ビジャ、ブラジルジーコ、マテウス、ファンニステルロイか。マッケレレ、ルイス・エンリケじゃないよね、これ。誰だろう、このバルサの人。で、ビエラ、アーセナル版かな、ユニフォーム的に。ということで、今回は、シーズン2は、ナショナルチームがテーマなんで、そのあたりが来るって考えると、カシージャスとかが候補になるのか、カシージャス、ビジャとかくっついてきそうですね。クラブのユニフォームは、シーズン3以降にデータ入れたって感じですかね。ベッケンは今回これで来るんかな。なるほどって感じですね。見た感じ、新規はいなさそうというところですね。このバルサの人、誰かわかんないけど。というところです。ぜひ、頭に入れておきましょう。もう早速ね、今日誰か来るかもしれないですね。はい、今回はとりあえずそんな紹介で OK ですかね。また追加とかあればなんかね、補足しようと思いますが、気になる方はそちらもチェックしてください。こちらのチャンネル、eFootball情報について紹介してます。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。